ねえねえ、今日の塾のテーマ、おんこちしんだって。何それ？古きを訪ねて新しきを知る。昔の歌を深掘りして新曲を作るんだよ。わかんねえ。わかるようになるって。入ろう。このお屋敷レトロだけどかっけえ。それがおんこちしんだってば。皆さんこんにちは。こんにちは。お久しぶりです。はい、暑い日が続いていますが、おかわりありませんか？毎回ゆるゆるな歌の作詞講座、歌こと塾。今日はシーズン2最終回の後のスペシャル特別編をお送りします。イエーイ。今日のテーマはおんこちしん。今回は過去のヒット曲から学んで新しく作詞をしてみようという講座です。昔の歌をパクるとか参考にするというのはそんなに悪いことではありません。それで作詞をするきっかけの一つにしてくださいね。今日の課題曲です。山口ひとみさんの令和ドドンパ二人旅。惚れた人だけ追いかけて。作詞は島俊光先生、作曲はなんとおなじみ学級委員のさとし組長です。まずはじっくりと聞いてみてください。アクセル吹かすデコボコ道もがむしゃらに私には歌いたい歌がある。今日のゲストはこの作詞をされた島俊光先生です。イエーイ。もうあの肩書きはもうね、フリーターということで自由な男、いいじゃないですかね。島俊光さんです。イエーイ。東京ドドンパ娘という渡辺真理さんという人が歌って、まあ、僕はすごく印象的だった曲で、それでドドンパっていうリズムがまあなんとなく心に残ってたんで、前の曲は好きになったら忘れられないとか燃え尽きたいのとかあるんで、そこら辺をこうもじったという、あそうだこれを変えて、鹿児島の方なんで薩摩おごじょとかねいう言葉を入れたりしながら、彼女なりに、で彼女も割と一つのことを思うと一気に突き進むタイプなので、まあ彼女なりに曲を、まあ、詞をアレンジしてと佐藤さん、吉田佐藤さんに渡したんだけども、島先生は過去のヒット曲「東京ドドンパ娘」が大好きで、ドドンパを令和によみがえらせたいという野望があるようです。いや島さんのねあの作詞が素晴らしいんで、おい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 、そういうそういうのを脱ぎにして、手が抜けなかったっていうのはね、私ね最近で、ね、手を抜くんですよ。抜いても平気なんだ。20パーか30パー、はいはい、でもそれ大事だよね。逆にね、手を抜こうと思って作曲を始めた時に、夜な夜なその島さんがですね、うん、真面目にやれみたいな感じで枕元に聞いてます。枕元に立ってだって手抜かないで真剣にやるけど、ドドンパですよ、高田さん。島さんはドドンパ好きなんですか？ドドンパ好きだったね。いやもう あんなダサいリズムないじゃないですか、うん、チャン、タカタタン、タソン、チャン、タカタタン、あの三連を引きずるところが難しかったでございますけど、そうなんだ。ではここで昔のヒット曲東京ドドンパ娘もちょっと聞いてみましょう。オリジナルは1961年の渡辺真理さん、山口ひとみさんも素敵にカバーして歌っていますので、そちらでご紹介です。
流行った頃はやっぱり全国だった、うん、それを鹿児島から発信させようというね、うん、そのローカル性と、ね、それから山口ひとみさんのあのキャラクターにね、まあ、実力抜群ですからね、うん、うん、でもできたらその元々の曲も聴いてもらいたいんだよね。そっかそっか。で、震えちゃうけどなんていうところがあるんだけども、だからこっちでは震えてなんかもういられないっていうふうに。アンサーソングになってるんだ。そうそう、ちょっとね、うん、あの頃の私と違うのよ。だけどやっぱドドンパという心はずっと持ち続けているんだよっていう、そういう気持ちで、はい、もうちょっとだからこれでね 20% 手を抜けたらね本当にいい詩になったと思うんだけど、その抜き方が分かんないんだ。20% 増量しちゃう。増量しちゃうんだよね。だから端から端まで、まあちょっとなんていうの、力が入っちゃってるっていうところはあるんだよね。もともとドドンパってどういう意味なんですか。何なんの。そう、佐藤さんで、あれは、うん、音楽的に言うと日本の古来の、うん、踊り、例えば棒踊りとか、うん、ああいうところのリズムをなんとかこう取り入れて、ドドンパエスニックな、そうです。だからドドンパはね微妙に生き続けていると思うんで、山口ひとみちゃんにはねこれを歌い続けてね、ドドンパをこう、本当ですね、ドドンパの火を消さないように。いいマイク、うまいうまい。ドドンパの火はねぜひダサいけど。たまちゃんこの間この曲、うん、ライブで聴いたでしょ。うんうんうん。どうだった。ああの曲ね、うん、ドドンパっていう言葉が、単語がすごいインパクトがあるから。そっか、ドドンパだもんね、うんうんうん、そういうのはやっぱ残りますよね。そうだよね、心にね。うん、今はさ、うん、みんなどっかパクリだと思うわけ。え、そうなの。そのパクリを組み合わせて、うん、その組み合わせ方がオリジナルなパクリだったらそれで成立すると思うわけ。あ、うん、コラージュっていうやつだな。そう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 。でコラージュってまさにそうで、うん、あの一つ一つのその作品を見たらやっぱめっちゃ個性的。うん、たまちゃん文字を書くときはそうやって、うん、いろんなものを参考にして作ったりするですか。詩を書くときはです、私の場合はですよ、うん、何か思いついたことを、うん、あのノートに書いといて、文章にちょっと付け足しに使えるかなとか、うん、そっか、じゃあ自分の中のコラージュだ、うん、あ、そう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 、ね、そうそう、だからたまちゃんの詩はたまちゃんのパクリなんだ。あ、やだ、素敵なこと言っちゃって今日のアジェンダ、音子自身で作詞をしよう。ステップその1、まず好きな過去の歌を聞いてみよう。ステップその2、その歌の詩を深掘りしてアンサーソングを書いてみよう。ステップその3、その時いろいろ思いついた文章を書き留めて組み合わせる。コラージュすると新しい詩が生まれてきます。ということで今日は島津先生に来ていただきました、はい、どうもありがとうございました。どうぞ。ドドンパに限らず、ずっと前に聴いた歌とか、お父さん、おばあちゃんから聴いたヒット曲、オマージュしたり、インスパイアしたり、新しい詩を書くきっかけ、掴んでみてください。ちょっとレパートリーが広がるかもしれませんよ。投稿作品ご紹介。受講生の皆さんから毎回詩を投稿してもらっていますが、今日はその中から5つご紹介します。まずは前々回のテーマ、季節を味方につけようの歌ことです。喫茶帰り花、寒い日だけオープンするカフェという設定、しっかりしてて分かりやすいですね。季節って巡り巡るので、その繰り返しと繰り返し帰ってくるという気持ち、この2つが一緒になっていると、というのがとてもいいなと思いました。季節の歌、夏なのでアイスクリームの歌も選んでみます。これを作ったのは男性の方です。どこか SF 作家のブラッドベリの短編みたいで、甘い感傷がありますね。この言葉たちにはどこか不安感があって、それが癖になるっていうか、いいなって思いました。はい、こちらもカフェの詩です。思い出を書いた冬の歌なのかなと思います。
この方は何度かひらがな4文字のタイトルでいくつか投稿してくださっているので、シリーズとして考えていらしているのかもしれません。ご自身で一つルールを決めておくというのはすごく大切なことだと思います。ぜひ続けてみてほしいです。今度は前回のテーマ家族を歌にした作品です。こちらはお母様の歌です。作者の方からは家族というと重いことばかり思い浮かんでこんな風になりましたとのことです。母産母情というタイトルで、母の情けと書くこのタイトル刺さりますよね。亡くなった方と同じ年齢になった時ってなんていうか複雑な気持ちになりますよね。年齢を超えていくというその先に何かを決心したり心が揺れ動いたり、そんな気持ちみんな、共感できるんじゃないかなと思います。こういう時って詩を書く絶好のタイミングだと思います。そして家族、多分お子さんのことを書いた作品です。作者の方からは思い浮かんだ言葉をただ並べてみただけなのでなんか統一感がないかもとのことですが、思いがストレートに伝わってきますよね。幸せなご家族が目に浮かんで胸がいっぱいになりました。家族って本当いろいろあります。でもこんなひとときが全てをハッピーにしてくれるような気がするんですよね。前回のゲストの貝殻クラブの歌詞にも通ずる感動かなと思います。ただタイトルがないというのがとってももったいないので、ぜひつけてほしいです。これ楽しみです。以上です。また何かできたらぜひご投稿ください。メールアドレスはこちらです。特に締め切りはありません。心よりお待ちしています。歌こと塾スペシャル、いかがでしたか？ぜひこれからも歌こと作り続けてくださいね。そしていつでも先生にお声掛けください。今年の暑い夏ご一緒に乗り切りたいです。それではまた次回、皆さんお元気で。お疲れ様でした。ありがとうございました。それと今日は山口ひとみさん講演会の会長さんが来てくださってますので、元橋と言います。だから山口ひとみの魅力を会長までやってるのかって。そうですね、山口ひとみさんという方は歌は私もよくわかんないですからね。でも周りの方が言うには歌も上手だって言っていただいてるみたいでね。あ、はい、上手ですよ。よろしくお願いいたします。皆さん、はい、ありがとうございます。ちなみに令和ドドンパ2人旅はアニメができてますので